ブレイキングダウン13、1日、アリーナ立川立陽、朝倉未来が社長を務める1分間最強を決める格闘技イベントの第13回大会が開催され、三河幕府のミスターフルボッコこと、広見川は、全海艇のキア KA 悪魔王子に勝利した大阪で中学50校を占めていたという、堺の化け物、ジュキアと対戦し判定後のゼロで勝利した。写真、広見川がジュキアの顔面を粉砕。 普通に歪んでボコボコに、序盤は広ロ川が細かく打撃を叩き込んだが、ジュキヤも反撃。しかし、広ロ川が終了間際に左からの右フックでリングに沈めた。ジュキヤは立ち上がったが、再開してすぐにゴングが鳴った。勝利者インタビューでは、てめえら、44歳なめんなよ。まだ見てえか俺、もうやめようと思ってんだよと、明かしていた。